はい、皆様おはようございます。本日はね、こちら、なんだかお分かりになりますでしょうか。このグリーンのね、こちらの正体はオキュートですね。オキュートと申します。関東地方ではね、あんまり見かけないんでね、久々に見たんで、買ってまいりました。まあ、オキュートっていうのはですね、海藻ですね。エゴノリという海藻、エゴノリですねという海藻を溶かしてね、ところてんみたいに固めたものだそうでございます。それではね、早速、食べ方をね、やっていきたいと思います。はい、まずですね、こんな感じなんですね。本当はもっとね、すごい大きいんですがね、スーパーとかでね、あらかじめこういう長方形で、売っております。それをですね、あとは適当なね、大きさ、まあ2ミリぐらいですね、2ミリぐらいの厚さに切っていただいて、結構でございます。はい、こんな感じですね。サキュンサキュン、スコルバカンカンですね。はい、こんな感じで、いかがでしょうか。なんかね、ペラペラのお前こんにゃくかみたいな感じでございます。そしてこのままね、召し上がっても結構ですがね、もうちょっとこう細くね、切って召し上がってもよろしいかと思います。はい、こんな感じでございます。そうしましたらね、あとは器にもり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 盛り付け金ですね。盛り付け金で、こんな感じでね、入れてくださいませ。はい、そしてここにですね、まあ、お醤油でもね、ごまだれでもね、何でもよろしいかと思いますが、ポン酢がね、さっぱりして美味しいございますので、ポン酢をね、かけていきたいと思います。はい、ポン酢ですね。はい、ポン酢をポッツンポッツンポポポン、ポン酢ですね。はい、ポン酢のね、自家製ポン酢の作り方は別動画にまとめてありますのでね、よろしければそちらをご参照くださいませ。はい、そしてね、おろし生姜をしょしょしょん生姜ですね。はい、こんな感じでございます。はい、そして刻みネギをパララン、ロンです。はい、あとはね、まあ、お好みでこうおかかとかね、入れていただければね、美味しくいただけると思われます。はい、そしてこれもね、お好みですが、もみじおろしですね。はい、もみじおろしを添えて、はい、これで完成でございます。それではね、テーブルの方に運んでいただいてみたいと思います。はい、テーブルの方にね、おキュートを運んでまいりました。それではね、このおろし生姜とね、もみじんですね、そして刻みネギ、おかかを全部これ混ぜ混ぜ混ぜリンタですね、混ぜリンタしていただいてみたいと思います。いただきます。かすかに残るこの海藻の味ですね。そしてこんにゃくのように見えますが、口の中でとろりとね、とろりとほろりと溶けるような感じでございます。いただきます。いやー、これはもうまさしくね、辛口のお酒が合うんではないかと思われます。いただきます。最高最高最高でござい、おキュートでございます。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。はい、本日はですね、おキュートね、おキュートの食べ方を、動画にまとめてみました。スーパー鮮魚店などでね、もしおキュート見かけたら、そういえばまかないややってたな、ポン酢つけて食えいいんだろ、醤油つけて食うだけだろみたいな感じでね、お試しになってはいかがでしょうか。それでは失礼いたします。うまいです。最高。おキュート。